リン軍はアメリカ合衆国オレゴン州に属する軍の一つ。軍名はオレゴンカントリーのアメリカ統治を支持したミズーリ州選出の上院議員ルイス・エフリンに由来する。2000年の時点における人口は103,069人であった。軍庁所在地はオールバニュである。1847年12月28日、準州議会の決定によりシャンプイ軍の南部から 分離して、林軍が成立した。軍堺は1851年のレ園ン軍成立、1854年のワスコー軍成立に伴い調整を受けた。成立当初、軍長はカラブウヤに置かれたが、1851年、準州議会は軍長をオールバニに移転させる法令を通過させた。1856年の特別選挙により、オールバニを 軍庁所在地とすることが正式に決定した。林軍の主要産業は材木業、工業、製造業である。材木業には非常に大きく依存しており、1990年には軍の製造業の40%を占めていた。気候や土壌の条件はオレゴンの中でも非常に多様性に富み、ペレニアルライングラスなどの特殊な作物まで幅広く栽培されている。 またアメリカ合衆国国内では唯一の混合差の鉱山があることでも知られる。移動住宅やキャンピングカーの製造も盛んである。アメリカ合衆国国政調査局によると林群の総面積は5983平方キロメートルであり、そのうち5937平方キロメートルが陸地47平方キロメートルが水面である。オレゴン州の人口重心が リングン・軍ライオンズの南西に所在する。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである、人種別人口構成年齢別人口構成世帯と家族収入と家計。ありがとうございます。